皆様、本日は島根県にようこそお越しいただきました。ドラマの舞台である島根県の印象について、教えていただきたいと思います。では久澤監督、よろしくお願いいたします。あの島根県、僕の出会いは砂の器というドラマで、生まれも育ちも東京で、東京からの人からすると島根、鳥取っていうのは非常に怖い、ほとんど行ったことないところなんで、初め来た時すごい非常にちょっとビビりながら、どんなとこなんだろうって自分の車で来て見て、いや思ったよりね、いや綺麗だし、最初は奥出雲だったんですけど、奥出雲はね、なんていうかな、どこもかしこも綺麗でちゃんと整備されて、大体ね、僕は撮影場所探せ、いろんなとこ行くと、こう潰れたパチンコ屋さんとかドライブインとかいっぱいあるんだけど、一切なくてね、あと食事が美味しくてというか、で一気に好きになったって感じですね。ありがたいです、はい、ありがとうございます。安倍さん、いかがですか？あの、多分初上陸だと思うんですよ。おお、そうですか。多分そうだ。それで記念すべき、あの本当に自然が豊かで、あと田園風景もそうだし、なんか緑もそうだし、まあ、時期的なこともあるのかもしれないけども、本当に最初についてあのロケ場所に行く最中から、車の中からうわ綺麗だねって言いながら行って、嬉しいですね、なんか不思議な風情がなんかあるんですよね、建物にもそうだけども。それでこの、まあ、3日間ぐらいですけども、非常にあの今日も天気も良くて、すごくいい印象で、あの今います。ありがとうございます。坂井さん、いかがですか？僕はね、母方が出雲なんですよ。え、だから、あのようこそって感じ。だから安倍さんのそのお言葉は嬉しいし、なんかすごく綺麗な街並みっていうのも、なんかものすごく嬉しいですね。だから僕はあのまさかお仕事でここに来られるとは、こういう日が来るとは。はい、あそこのだって、ま、松江城のお堀もあとぐるぐる、ま、巡ってましたからね。遊覧船、遊覧船で、あ、遊覧船ですね。あ、すごい、もうまさにホームです。本当にもう嬉しいです、こういうね機会をいただけて。そのロケの中で記憶に残ってらっしゃるものなどがあれば、また教えていただきたいんですけれども、監督いかがでしょうか？私がね、一番やっぱり驚いたのは、あの特に桜井さんの家を見た時にびっくりしましたね。その300年経ってますね。いや、あんまりこうたたらとか何にも知らないで来て、なんでこんな立派な家があるんだ、いや桜井さんち、糸原さんち、田辺さん、いやそれはどの町にもない立派な建物がドンとあるのを見て、でたたらを勉強して、あ昔はこうだった、あこの棚田はそこからできたのかと、いろいろ勉強して、いろいろよくなんか好きになったというか、興味を持ったというか、まあ、そんな感じかなと。ありがとうございます。非常にこう文化の中で育まれた景色っていうのが、まあ、やはりその奥出雲の非常に魅力的なところかなと思います、ね。あとは、まあ、全国の県庁所在地を見ましたけど、やっぱり松江が一番綺麗。ありがとうございます。うん、ここの宍道湖と、この松江城とこう県庁の関係が立派、すごい素敵だしね。さっきもそれドローンで撮りました。嬉しいです、はい、ありがとうございます、うん、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。安倍さん、いかがですか？いや、今監督がそうお聞きして、さっきもそこを見てすごいやっぱ綺麗だなと思ったんですよ、はい、やっぱそうなんだって思ったし、昨日あの桜井さんのお家かな、行ったんだけど も、はい、もうあまりよく知らなくて行ったんですけど、もうすでにもう川とかが水の色とかもすごく綺麗で、僕もちょっと釣りをちょっと昔ねやってたもんですから、うわすごいなこの川と、川ばっか見てそしたらその三百円のお家があって、それでもう一日中その、まあ、昔庭師 の役をやったことあって、いろんな役をやられてる、完璧なので滝が流れてて、でこの滝はもしかしてあの水を吸い上げて入れてるんですかって言ったら、いや普通 その川の上の方から流れているものを本当に入れてるから、ずっと視点が違いますね。それでもうその射形から何から完璧なんで、この話をずっとしてて、撮影の合間に
奥の方まで行って、ね、ずっと庭を探索してオオサンショウウオがあそこにいるって聞いて、そうなんですか、だからそれほど水がきれいなところなんだなと思って、もう昨日はそれが一日でした。上からイワナが見えるって言ってましたよね。あ、いるって言ってました、すごかったね。秋が綺麗なんですよ。秋が、モミジがね、すごくね、すごい、めちゃくちゃ綺麗ね、あそこね。秋を期待ですね。はい、ぜひあの別の季節にもお越しいただけると嬉しいです。はい、坂井さんいかがですか。あのご縁っていう意味で、はい、あの桜井家の当主というか初代が万団衛門っていう武将なんですけど、戦国武将なんですけど、僕真田幸村を役でやらせてもらってて、一緒に大阪城に立てこもった人たちなんですよ。すごい。その人がをあの、まあ、その討ち死にしちゃうんですけど、その人の子孫が広島に渡って、で出雲に上がってって、そこで金井製紙工業っていうのかな、その本格的なあのたたらでやってたっていうのを聞いて、なんか昔の仲間に出会った気持ちというか、あの時にこう一生懸命こう、ね、魂をこう削った人間がそのままそのこう名前とね、その志が遺産としてちゃんとこう残ってたっていうのが、それも脈々と残ってたっていうのがなんかすごくすごいことだなと思って、あの資料館であの当時の兜とかあの鎧とかも見学して、はい、ああ坂さんこんなところにいらっしゃったんですかと宮地の中の方がっていうのが、そうなんです。だからいや面白いなと思ってね、だからなんか一世一代であの大阪城のあの戦いっていうのもなんかいろんな思いで戦ったんだけど、頑張って戦って活躍したらその後数百年子孫が増えるんだなと思ってそれをまさに目の前で体現されてるような、そうだからね、相当桜井家も武士との、ね、関係もあったでしょうから、なめられちゃいけないっていうのも多分あったと思うので、万団衛門の子孫ですってのは相当ネームバリューとして通用したと思うんですよね。だからやっぱりなんかね、不思議なご縁だなと思いました。はい、面白かったです。ご縁の国と島根県の方は言われていまして、ご縁を感じられたエピソードなどがあればぜひ教えていただきたいんですけれども、監督いかがでしょうか。いやそれはもう縁ですよ、はい、もう安倍さんも下町ロケットでね一緒になって、で酒井さんは南極大陸半沢直樹と、そのつながり、えもうこの縁しかないよこの仕事は。だからその話をしてもあんま面白くないんで、でもやっぱり島根県の縁はとの縁はやっぱりね、はい、奥出雲町のあの時宇田川さんって方がいて、観光課長、砂の器の舞台ですよね、あそこでもね、一人で来た時あまりにも遠いから違うところでやりますって言ったら、わざわざ僕が京都で撮影してた時にわざわざ宇田川さん来て、来てもらわなきゃ困りますっていう感じになりましてですね、あまりの熱意で行って、その歓待を受けてですね、毎回毎回おいしいおにぎり三河米のを食べて、あの町の人たちとここの県が好きになって6回ぐらい来ます。ああ、ありがとうございます。一人の縁がですね、これぐらい広がるのかなと、はい、日本刀って世界的に有名、この日本刀ができるのは奥出雲、年に1回あそこで玉鋼を作って、それを日本中の、刀鍛冶の人に送って刀ができるみたいなことをね、どうにかドラマの中で言いたいなと思いましてですね。安倍さんいかがですか。この3日間本当に、まあ、監督のそういうご縁もあって、町の方が食事を提供してくださるんですよ。その種類があまりにも多くて失礼ですよ、食べきれないぐらいの量なんですね。それで毎日本当にスタッフともどみんなで食べてるんですけども、やっぱこういうロケって本当になんか街の力もあるし、そういう力が全部僕なんかに乗り移ってというか、そうやってなんか撮影がなんか進行していくんだなと思って、それがもう何よりも今回のこの3日間で嬉しいことでね。やっぱり監督の作られた縁ですけども、本当になんかそれがなんか感じました。うん、ありがとうございます。坂井さんいかがですか。もうドラマ「ビバン」自体が
縁がすごくこうキーワードになってるドラマなんですよね。こう人と人とのつながりとか縁がこう結ぶっていうね、こう結ぶっていうのはこう一緒にくっつくっていうのもあるけど、そこから生まれるっていうのも結ぶってことだから、なんかこう人と人が出会ってそこから何かが生まれてくるっていうのは本当になんかこうドラマの基本だし、僕たちのやってるお仕事の基本だと思うので、これからもなんかこうね、大社様のご縁をね、こういただいたパワーをなんかドラマの中にね還元できたらと思いますし、本当にあのドラマご覧になりながら、あ、ひょっとしたらここも島根なんじゃないかっていう、こう楽しみながらご覧いただけるそのご縁がね、また島根の皆さんとこうできたっていう、それもとても嬉しいので、多分日本で一番こうドラマを楽しんでいただける県なのかもしれないと思っています。嬉しい話、お願いします。ありがとうございます。あの監督の方からですね、まあ、本作品にかけるこう意気込みをあのお聞かせいただきたいというところとですね、阿部さんとあの酒井さんの方からはあのドラマを楽しみに、していただいている皆様に向けてあのメッセージをお願いしたいと思います。内容はあんま言えませんので。そう、なぜそう、その説明してもしょうがないんですが、まあ、自分で言うと、TBS に入社していろいろドラマをやってきましてですね、先輩方が作った作品を見てね、これほどなんか要するに主役の役所さんがこれほど集まるのは、まあ、僕は初めて。僕が入社する前に関ヶ原っていうドラマあったんですよ。それも激しかったんですけど、それに並ぶぐらいの大きなドラマでですね、やっぱり日本は国内に向けて作っていけばどうにかなる。僕も日本国内にしか向けてしか作んなかったんですけど、なんか日本の僕がやってきた中で、この方は日本の代表する役者さんだって方を出ていただいて、できれば世界に向けて投げかけたいなというようなドラマにしたいと思ってます。そのためにやっぱり島根の映像が必要だったということでここに来たということです。ありがとうございます。本当に応援しております。僕は酒井さんと久しぶりにご一緒するんですけども、本当に酒井さんと監督がやられた半沢直樹を見て本当に衝撃を受けたんですね。僕の今があるのはもう本当にあの半沢直樹のおかげだと思ってますし、そして再びこの酒井さんと一緒にこうやって監督と一緒にできるってことはもう本当に僕にとっては本当に嬉しいことで、そしてまあこういう企画内容は言えませんけど、本当に僕は今ワクワクしてます。ですのであのぜひ視聴者の方これを見ていただいて一緒にあの楽しんでいただきたいと、そういうドラマになると思いますのでよろしくお願いします。僕は本当に周りの方の豪華なその顔ぶれにもうビビりながらやっております。本当に阿部さんは本当にまだ僕が出始めの頃、右も左もわからない時に優しく教えてくださった先輩で、こうやってまたご一緒できるっていうのは本当に嬉しいですし、そうですね、やっぱでもいろんなご縁があって今このお仕事を続けているなっていうのは本当に何かにつけ思うので、このご縁をね大事にしながら今回もすごくこう面白いドラマになるように頑張っていきたいと思います。そうですね、島根の皆さんも本当になんか本当にね、あの内容がね全く言えないんですよ。本当に言えないんですけど、あ、これ出雲なんじゃないか、これ、松江なんじゃないかってちょっと楽しみながらご覧になってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。拙い進行になりましたが本当にありがとうございました。島根県民を代表できないですけどみんなで応援してますので、何卒引き続きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。